はい、最後にね、帰る前にハリウッドドリームザライドを乗って帰りたいと思います。ハリウッドドリームザライド、まあね、このアトラクションで一番怖いかな、怖さで言ったらこれが一番だと思います。じゃあ乗っていきます。はい、ハリウッドドリームザライドが終わってもう帰ります。ね、明日もなんとね、ユニバーサルスタジオジャパン明日も遊ぶので、まあね、一回ホテルに行ってでね、まあ寝たいと思います。もうご飯はこっちで食べたので、もう1日目は終わりでございます。本当はね、今日ここの場で自分のものをね、お土産とかの以外のものを買う予定だったんですが、もうね、混みすぎで、はい、もう買う暇なんかないぞということで、まあとりあえず今日は帰ることにしましょう。あ、もう出口にね、もうだいぶ近づいてきましたよ、もう。もう今日はとりあえず帰ろうかな。はい、もうあのね、おなじみのレーザーも出てる。はい、出口。はい、じゃあ今日は一旦帰ります。さよなら。はい、2日目でございます。2日目はね、もう開いたら速攻でバックドロップに走りたいと思います。でも全力疾走です。走ったけどもう40分待ちです。最悪です。はい、2日目はね、まあ、お土産中心的に見るという予定なので、じゃあまずスパイダーマンのね、お土産屋さん行きたいと思います。はい、ゴー。はい、ここです。スパイダーマングッズがたくさん売ってるよ。はい、入ります。はい、入ってすぐのど真ん中にスパイダーマンがいます。スパイダーマンエリアではこれを買います。何かというと、はい、タッチペンでございます。スマートフォンとかに使えるタッチペンでございます。はい、スパイダーマンのタッチペンゲットです。はい、開けてみました。まあ、これつけるのはこの今撮影してる本体につけるので、まあ、ついてるところはお見せできないんですが、まあ、すいません、これからこれ使っていきたいと思います。はい、次はバックトゥザフューチャーのプレゼントって感じ、すいません、お土産屋さん行きたいと思います。はい、ほんじゃあね、プレゼントとかもね、買ったんで、ジュラシックパークエリアにいるんですが、全部買ったんで、まあとりあえずここ抜けたいと思いますの前に、なんか来たね。やばいね、これ。来た、やばいぞ、やばいぞ、来たぞ、やばいぞ、やばいぞ、やばいぞ、逃げろ。うわー、シンシータウンのところで、お昼です。まあ、ハンバーガーですね。なんだこれは、スヌードル。スヌーピーのインスタントラーメンかな。